やこんな時代がやってくるってまさか構造兄ちゃんは思っていたんでしょうか。あの村下構造さんのことについていろいろとお話をしているある YouTube のチャンネルが何十万回ももう再生されているんです。で僕もあの何度かこう拝見しているんですけど、 YouTube というツールを通してね、あの今また村下構造さんがさまざまな世代に広がっているということなんですが、もう村下構造さんのファンだったら知ってるかもしれません。今夜はその YouTube チャンネルを運営する関西を中心に活動しているバンドルームさん、あのお部屋のルーム、あの英語のね、それに数字の3でルームさんのコウさんとランさんにお話をお伺いしたいと思います。こんばんは。こんばんは。いやー、嬉しいな、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご挨拶していきましょう。ルームさんのリーダーコウとボーカルのランです。はい、ということでこんばんはこんばんは、はじめまして。ね、初めまして。すごい時代ですよね。こう家で僕が YouTube を見ていた人にオファーをしたら、こうやって直接お話できて、今度は YouTube じゃなくってラジオっていうツールに出てもらえるっていうね。いや、こっちの方がびっくりしておりますけどもね。いえいえ。で、あのね、3人でバンド活動してらっしゃるんでしょ。あ、そうですね、はい。はい、僕リーダーこうと、はい、まあ、今いるボーカルのランと、はい、もう一人ね、あのここにはいないんですけども、ね、ピアノでノリっていう男の子がいるんですけど、はいはい、基本その3人でやっております。まあ、大体どういう感じの音楽をやってらっしゃるんでしょう。はい、そうですね、でもどっちかというとロックが好きなんですけども、はい、まあ、今のところポップス系も多いですかね。なるほど。であとは、まあ、ライブの時は、歌謡曲のカバーとかもしたりとかもやっております。そこでね、あの引っかかっちゃったわけですね、村下構造さんが。うっ、あ、この人誰だっていう感じでね。はい、で、あのルームさんの見れるラジオと YouTube チャンネルがある、はい、で、もう一つのチャンネルが、2つチャンネルがあるんですか、これは。ね、3チャンネルなんで、もう一つはあんまりこう動いてないチャンネルなんですよ。ほう。でこれね、見れるラジオというよりも、あのチャンネル名はルームさん関西のおしゃべり男女バンドっていうふうにはなってます。なるほど、はい、楽しいですねいいですよ ね、 なんか勝手に想像してますからね、見てる方は。あ、これ旅館なんかなとか、これは誰の部屋なんかなとか。ああ、はいはいはい、ね、いつもホテルを借りてるんで、ね、はい、ラジオだったらねあの声だけなんで、こう今僕裸で喋ってるんですけど、はい、とかね、言ってもひょっとしたらみたいなのがあるけど、やっぱり YouTube だったら映像が 見ることができるじゃないですか。そうですね、はい、お二人の顔もね、はい、だからまあどっちかというとこう距離が近い感じがついついしてしまいますが、はい、そうですね、 YouTube でどっちかというと距離が近いメディアかなと思いますね。うん、はい。でその村下構造さんについて語っている YouTube がすごい再生数になっているそうですね。はい、そうですね、あのトータル村下構造さんの語った動画を計算すると全部で130万回ですかね。すごはい、130万回、はい、合計すればちょっとこっちがびっくりするぐらいの再生数。これ最初ね、村下構造さんについてやろう、喋ってみよう、語ってみようと思ったら何のきっかけだったんですか。そうですね、まあ、きっかけはあの、まあ、もともと我々のチャンネルを見てくださっている視聴者様からのコメントで、うん、村下構造さんっていう方を取り上げてくださいっていう形でコメントいただいて、はい、で、あの、コウさんが村下構造さんのことをあの、まあ、知ってたので、あ、そういえばこの方取り上げてなかったなっていうので、あの、取り上げたっていうのがまずのきっかけですね。なので視聴者様に教えていただいたっていうのが最初のきっかけでございます。はい、でそれで YouTube でやって、そうですね、はい、あれよあれよという間に再生回数が増えて増えて増えて、そうなんです。はい、その時どう思いました。いや、正直、うん、そんなに再生いくと思ってなかったんですけども、あ、まあ、最初に出した動画が、今、現在で43万回ぐらいは行ってるんですけども、その村下構造さんの人気にまず驚きました。
はいはい はい、はい、そうですね、それを知らなかったんだ、申し訳ないなと思うぐらい。いえ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 、はい、あのだってテレビでもね、はい、例えば昭和のこの ベスト10ってやったら必ず、はいはい、厳選された100曲の中に村下幸三さんの初恋が入っていたりとか、はいはい、本当にあの知ってる人はすごく知ってるんですけど、残念なことに出会ってない方は、はい、あの村下幸三さんのことをまだ知らない方がたくさんいらっしゃって、はい、でもルームさんの、ね、うん、皆さんのおかげで村下さんのことを知って、うん、で曲を聴いて、はい、あ、どん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 村下さんのことが好きになってっていう方もたくさんいらっしゃるみたいなんで、あ、そうですね、ありがたいことに、はい、その我々のチャンネルきっかけで聞き始めた方も いるらしくて、ね、とりあえずコメントいただくんで、はい、あの世代がやっぱり、あ、だって、今コウさんはいくつなんですか？あ、僕はね、あの今年 先ほどというか先月5月末に47になったばかりです、はい、ということはやっぱり村下さん世代、オンタイムの世代じゃないですもんね。じゃないですね、はい、ね、だから何かのきっかけでお好きになって村下さんを、はい、そうですね、もともとはそのテレビとかでよく流れてるので曲はしてたんですけども、まあでも今回この YouTube で去年あたりに取り上げたのが、よく聞くきっかけにはなりましたね。やっぱり視聴者さんに、なるほどね、はい、教えていただいたっていうのが大きかったです。まあちょっと曲数が半端じゃないですからね、はい、そうなんですよね、はい、聞けって言ってはい聞けますって1日や2日で聞ける量の音源じゃないので、はい、そうですね、ランさんもチャンネルこうやるまで村下さんのことは知らなかったんでしょ？本当に申し訳ないですけど、全くそのお名前を聞いたことがないっていう世代なんですね、私が。で、硬そうな名前ですもんね、村下幸三って言ったら。そうですね、なので、ね、お名前は存じ上げてなかったんですけど、はい、初恋のそのサビのフレーズだけはなんか聞いたことあるっていうのはあったんですよ、はいはい、なので、あ、この曲この方が歌ってらっしゃってたのねっていう形で、うん、そうですね、なのではい、ランさんはボーカルじゃないですか。はい、そうですね、ボーカリストとして村下幸三、はい、幸三兄ちゃんの歌、はい、まあ、声の質ですよね、それと歌、はい、ボーカル力についてどう思いますか？いや、まず初めて聞いた時にもうまず最初に思ったのが、もう声良すぎでしょって思ったんですよ。すごく綺麗なお声をされていて、はい、なんかこう最初第一印象はすごく優しい声だなと思ったんですけど、いろんな曲を聴けば聴くほど、はい、やっぱり男性らしさもすごい垣間見える声だったりとか、ね、うん、なんかすごくいろんな表情されてるので、声がなので聴いて全然飽きないと言いますか。確かに、はい、なんか曲のその表現の幅がかなり広いので、そうですね、なんか聞けば聞くほどどんどんハマっていくっていう感覚はすごいあります。今でもそうですね。僕一緒にラジオやってる時に、まあ、村下さんはもう加山雄三さんが憧れたので、あ、はいはいはい、あの加山雄三さんが歌ってる時のような声を出す曲もあるじゃないですか。ありますね、ね、だからそういうイメージでこう見てましたけど、今あ確かにランさんに言われたら、はい、あの高音の曲もあるし、柔らかい歌い方をする曲もあるし、はい、いろんな歌い方をしてらっしゃいますね、確かにね。そうですね、なのであの曲のそのイメージによって声がすごくこう、まあ、大きく変わるわけではないんですけど、細かく表現を変えてらっしゃるのがすごく私感動して。確かに、はい、ですね、なのでこの方本当にすごい方だなっていうのを聞けば聞くほど実感今、まあ、してる最中でもありますね。僕はもうなんか50年近く前にこの50年って自分で言うのも怖いけど、50年前にこの RCC ラジオっていうこのスタジオで初めて会って、その頃僕が歌を歌ってギターを持ってて、で村下さんがギターを開けた瞬間にテディベアみたいな村下幸三さんの顔つきが変わり、でギターを弾いた瞬間に僕はギターケース閉めましたからね。このギターのテクニックは人間じゃねえって思って、そのあたりはミュージシャンとして
どうですかギターテクニック、コウさんから見て。ギターテクニックっていうかね、その歌われながら弾くことって結構多いと思うんですけども、はい、その、なんでしょうね、完全独立してるというか、そうですね、例えば 曲で言うと、なぜかっていう曲があって、はい、それを聴いたときに、そのなぜかの伴奏って、すっごく複雑なんですよ。いろんなこう、リフとか入れながら、こう、やってるんだけども、それをしながらの演奏、歌を歌われるっていうのがありまして、これね、なかなかこれ僕ら結構長いことやってる人間でも、綺麗にはいかないんですよね。で、どっちものその歌もギターもクオリティが変わらないっていうのもありまして、まあ、あとは、一人ベンチャーズっていうの結構ね、有名で、結構世間的に有名ですけどね、はい、まあ、ちょっとその弦を重ねてドラムを演出するとか、はい、ちょっと、なんか、海外のミュージシャンが考えそうな演出テクニックを入れたりとかですね。はい、いやほぼは僕もまあ脳みそ3つあるんちゃうかって言って何かの演奏聞いて目の前でギター弾いてくれて、はい、喋ってる時もずっとギター弾いて、でコンサートにも行ったりとかしてリハにおいでって言ったらリハまるまる、もうバンドのメンバーがやめようやっていうぐらい完全に最初から最後の MC まで入れて2時間半ぐらいリハやってヘトヘトになって本番やるっていう村下幸三さんだったんですけど、まず言えるのがギターのミスタッチがないですよね、ほとんど。ないですね、あんまり見たことないですね。確かにそうですね、はい、ちょっと間違えて音出したとか、それからチューニングする時間をほとんど一緒に過ごしたことはないですね。ギター弾きながらチューニングしてらっしゃいましたね。これね、だからその音感が良くないとそれができないんですよ。はい、我々では無理ですから。本当にあの音差ってあるじゃないですか。はい、チューニング、今はもうチューニングメーターの時代なのに、そうですね、音差さえ使わずにギターの音を合わせることができるよって言ってたんで、だからやっぱり絶対音があって、でピアノの調律師もしてて、だからやっぱりそこら辺の音感ってのはやっぱりすごかったんでしょうね。だからおそらくやってればバイオリンも弾けたんじゃないかなと思いますけどね。確かに確かに、はい、まあ、佐田さんと仲が良かったんでバイオリン遠慮してたのかもしれないですけど、冗談ですけど、最後になるんですけどね、はい、僕 YouTube で最初に見た時すごく嬉しかったんです、はい、若いお二人が、どういう関係なんだろうこの二人って思いながら YouTube をなんか旅館の一室で布団がちょっと見えたりしながら、なんだろうって で村下幸三さんのことを語ってくださってるのはすごく本当に的を得ていて、長いお付き合いをしていた僕が聞いても、あ、よく聞いてらっしゃるな、あ、村下さんのこと好きなんだなっていうおしゃべりが大好きなので、今後も村下さんのこの音楽を語ることっていうのは YouTube ではずっと続けていくんですか？もちろんもちろんもちろんでございます。あ、はい、ぜひよろしくお願いします。で、はい、よろしくお願いします。こちらこそ。知らない方にはもう YouTube でルーム3って入れたら見れますよね。だからルーム3の見れるラジオで出てきますよね。はい、出てきますね、はい、ぜひたくさんの方に見て、はい、そして聞いて楽しんでいただきたいなと思います。はい、で機会があったら、まあ、広島にもコンサート来てください。あ、もう行きたいです。ぜひとも、はい、ぜひ行きたいです、ね、はい、最後にお二人から村下幸三さんの曲を何か一曲リクエストしてほしいんですけど、はい、理由とともに、理由とともにですね、理由とともに、まず曲名はですね、はい、松山行きフェリーをリクエストしたいかと思います。はい、でその理由としてはこれ動画で取り上げてるんですけれども、実は私の、まあ、かつて婚約破棄をした元カレの地元が愛媛でございまして結構濃い話ですね。それにちょうどこれはかぶさるタイプの曲ですからね。そうですね、立場は逆なんですけど、でもなんか私のこの経験とものすごくかぶってしまって。あ、なるほど。そうなんですよ、なのでちょっとなんか思わず
なんかこうそのと当時の思いが込み上げてきて涙が出そうになるっていうのがあったんですけど、なるほど。はい、村下さんがよく言ってたんですけどね、はい、恋人と別れたりするときに新幹線だったらすぐピューって行っちゃうからいいけど、はい、このフェリーっていうのはずっと船っていうのはゆっくり出ていくじゃないですか。で出て行った後に白いこう波が残ってね、瀬戸内海は本当穏やかなこう湖みたいなところなので、はい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 、その船の通り道がすと消えていくまでこうずっと見えるのを車でちょっと宇品から走ると灯台があるんですけど、そこに上がって見てるとその船がずっと松山に向かっていくのが見えるんよね、はい、あっちゃんってずっとめめしく今でもずっと思っとるんだなっていう感じの話を僕はもう何百回と聞いてるんで。ランさんはもう吹っ切れたんですか？もう吹っ切れてます。あ、そうですか。吹っ切れてるからこそ動画で言えるっていうのはあるんですけど、その当時はやっぱり辛い思いをしてたので、その辛い思い その表現の仕方がもうぴったりすぎて、あじゃあもうちょっと感情移入しちゃうっていう、もう感情移入して一番気持ちが分かるランさんに曲紹介をしていただきたいと思います。はい、では、村下幸三の松山行きフェリーをお聞きください。この時間は村下幸三さんを取り上げた YouTube チャンネルがもう大人気の関西のバンドルームさんの幸さんとランさんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。はい、お会いしましょう。ありがとうございました。ご協力 ありがとうございました。すいません、突然にオファーしちゃって申し訳ないです。いや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 、とんでもないです。いや、またもし、はい、ね、ギターの機会があれば広島に、はい、来てください。広島に、はいはい、広島でライブはまだしたことはないですか？いや、したことないんで、実はめちゃくちゃランさん言ってないんですけど、ええ、僕は次は広島やなって思ってるんですよ。ぜひ来ていただいてね、はい、オリジナルはもちろんですけど、村下さんの曲でもこう1曲2曲歌っていただいたりすると非常にみんな喜ぶと思うので、ぜひお待ちとります。はい、はい、で当日ラジコで聞けたら、まあ、当日じゃなくてもいいんで聞いてみてくださいね。見事にカットしてあったら僕のせいじゃないですからね。全然、はい、好きなように使っていただいて。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ僕はまた YouTube でも見させてもらいます、はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。コーサーナーさん、ありがとうございます。失礼します、はい。